王仙寺は、香川県高松市にある臨済宗明心寺派の寺院。三号は、龍松山。本尊は、釈迦如来。光賢寺と共に、さぬき伊駒家の菩提寺であり、二代目一世並びに三代目、正利の墓所である、伊駒廟がある。境内にある、釈迦像は、当時のシンボルとして市民に親しまれた。1587年に、さぬき国の領主となった、 生駒地鎌祭が翌五百八十八年に大川小二世を解散として、打ったずに混流したのに始まり、当初事号は改造寺と合した。五百九十八年、生駒家三代目、正俊の命により、打ったずから高松城下三番町の寺地に移り、同市の改名から宝泉寺と改める。八百八十一年から八百九十九年にかけて、 当時に、香川軍及び山田軍を管轄する軍役所、香川山田軍役所が設置される。1911年、日露戦争に出兵した香川県出身将兵の中根碑として、釈迦像が建立される。市民には、宝泉寺のお釈迦さんとして親しまれ、当時低層建築物が大半を占める高松では、どの道からでも釈迦像が見えたという。 1917年5月20日には、寺の前面道路における路面電車の開通に伴い、当時の名を冠した停留所、宝泉寺前が開業し、最寄り駅となった。この市内線は、高松空襲による被害で休止した後に廃線となっている。1945年7月4日未明、アメリカ軍による無差別縦断爆撃、高松空襲を受け、イコマ病、 凡を及び、釈迦像以外のすべてが破壊、消失する。この時、釈迦像は一発の被弾もなく、無傷であり、すべて焼け野原となった周囲を見下ろす姿は、市民の精神的支柱となった。その後、空襲で壊滅的な被害を受けた高松市中心部では、大部分で土地区画整理事業が施行され、この周辺においては、第一航区一時として、 区画整理の対象となり、当時の敷地を4分割するように新たな道路が貫通することになる。このため、それまで351年にわたって道地に位置した、当時は1949年に、社迦像や伊駒病と共に約70メートル東の現在地へ移転して、道路を再建し、地域を大幅に縮小した。また、その際墓所である伊駒病の下からは生、伊駒和正。 マサトシリョウの遺骨、遺髪や副葬品が発見されている。郵便番号760-0017香川県高松市番町1丁目3番19号。ありがとうございます。